タフマースブ2世の名の下で鋳造された金貨、シャータフマースブ2世は、イランのサファビー朝末期の君主の一人。タフマース部は、シャースルターンフサインサファビーの3番目の息子である、124。17世紀後半から、サファビー朝に服属していたカンダハール地方のギルザイ部族が1709年に反乱を起こして、独立し、サファビー朝領への数字にわたって侵攻した上、 1722年に首都のイスファハーンを包囲して陥落させた。ギルザイの族長ミール・マフムードは、スルターン・フサインを退位させ、自らペルシアのシャアを名乗った。シャアイはその後の1725年に、マフムードのいとこにあたるアシュラフにわたる。タフマースプ王子は、イスファハーン後為戦の最中に大使に指名され、カズビーイに避難した124。イスファハーンが陥落すると、 その直後から、イラン全土には、サファビー朝の後継を辞任する勢力が林立した。当時18歳の若者であったタフマースプもカズビーンで、バフティアーリーをはじめ、中力系のカージャール族やゼリー、グルジーの指示を受けて、自らのシャーイを宣言した。その後、タフマースプは、イラン高原の北東辺、マシュハド北方のアフシャール族の族長であった。 ナーディル・クリー・ベグの軍事的後ろ盾を得る。ナーディルは、タフマースプ・クリー・ハーンと名乗り、タフマースプの権威を借りて、政治的、軍事的勢力を伸長させた。ナーディル率いる、タフマースプ軍は、1729年5月に、ヘラートのアブダーリー族を破り、さらに同年9月、ダームガーン近くのメフマンドゥストの腹で、アシュラフ率いるギル,ギルザイ族軍と戦い、勝利を収めた。 タフマースプは1729年の11月頃、7年ぶりにイスファハーンに入場した125。タフマースプは引き続いてオスマン帝国に奪われたアーザルバーイジャン地方へ遠征した319から324。これに失敗したタフマースプはナーディルにより退位させられた319から324。ナーディルはシャーイを 生後8ヶ月のタフマースプの息子に継がせ、自らは摂政として権力を掌握した。その後のタフマースプと息子アッパースはホラサン地方で生かされていたが、1740年にインドでナーディルシャー死亡の噂が広まり、親サハビー家を旗印にした反乱の機運が生じたため、ナーディルの息子である、 レザークリーミールザーが差し向けたカージャール族の男により殺害された。ありがとうございます。